3名の村人、1名の狼、1名の狐という構成になります。で、村人と狐っていうのはよく似たお題が出されます。で、狐は全く、関係ない村と、狼とはかけ離れたお題が出されます。で、とりあえず2周は順番通りにお互いに全員に質問しても構わないですし、誰か特定の人に質問しても構わないんで2周は順番に回していきます。でその2周が終わった時点で残り5分間は自由に、質問をしていただいてということなんですけれども、質問する際なんですけど挙手できるの分かります？これだ。それぞれちょっと挙手してみてください。はい。私あれ持ってこなきゃ。はい、で一回出たらすぐ消えるんで、ちょっと一応挙手の動作確認です。挙手出してみてください。挙手。うん、まあ。出ない？いや出てる。出てる。高村さん出てます出てます。あとみんな出てます。切り腰の拍手が出てる。あ、でもいや、反応とか何かわからない、拍手かいいねでもいいんで、2週目以降、要は2週発言が終わった後の質問はとりあえずその初めに出た人をこちらが当てますん で当てたら答えるという形にしてください。ズームクロストークかなり向いてないんで、で、いうことにしておきます。ということで、2週目以降の発言の際には、開けて、ね、こちらから指名したら、その人が、質問すると、のやりとりです。ワードルフはほぼ私を返さないので、私は、進行に問題があった場合のみしか、関わりませんので、この、ください。それでは、今から、全員に、お題を、送っていきますので、それがチャットで見れるの？はい、個人の個人別のチャットでいきますので、はい、はい、一応これで全員に送りました。それぞれ自分のものを確認してください。で、誰が狼で誰が狐かっていうのは送られた時点ではそれぞれ村の住民は誰も分かりません、ですからこの後の議論を持ってそれらを当てていってください。はい、じゃあ、2番さんタイマーお願いします。はい、そしたら3番さんから始めて2周3412で、もう一回3452で2周。2周が終わったら残り5分間、自由ということでいきますので、じゃあ、3番さん、質問は村に、誰にしてもらっても構いませんので、ということで、じゃあ、貼っててください。すいません。はい、2周が終わったらカウントスタートですか？ 2周だったら、はい、タイマーで、はい。ただ、今、タイマーで実感しておいてください。はい。はい、じゃあ、始めます。はい、3番です。4番さんに質問です。それは、有声音ですか？誓います。無声です。はい、ありがとうございます。4番です。5番さんに質問です。はい。これは破裂音ですか？はい。そうです。はい、じゃあ次5番さん質問で、はい。はい。じゃあ全員に聞きます。それは母音ですか？じゃあ1番さんから。はい、1番です。母音ではありません。
ありがとうございます。じゃあ2番さん。2番です。母音ではありません。はい、じゃあ3番さん。はい、3番です。母音ではありません。はい、4番さん。はい、母音ではありません。はい、ありがとうございます。が1番です。はい、1番です。皆さんに質問します。それは、鼻音ですか？ 2 番です。鼻音って、あ、私でいいんだよね。はい、そうです。誰から、はい、1番、誰から？2番からお願いいたします。はい、はい、2番です。鼻音ではありません。はい、3番です。鼻音ではありません。4番です。鼻音ではありません。5番です。鼻音ではありません。はい、ありがとうございます。2番です。3番から順番に全員でいきます。超音するときに舌を使いますか？はい、3番です。使わないです。4番です。使わないです。5番です。使わないです。はい、1番です。舌を使います。ありがとうございます。3番です。全員に質問します。さっき、4番さんが5番さんに質問したときに破裂音であるということでしたが、他の皆さんは破裂音ですか？4番さんから順番にお願いします。はい、4番です。破裂音です。はい、5番です。破裂音です。はい、1番です。破裂音ではないです。2番です。破裂音です。ありがとうございます。うん、4番です。皆さんに質問です。無声音ですか？ 1 番さんお願いします。私、1番、はい。あ、はい、お願いします。はい、無声音ではないです。ありがとうございます。2番さんお願いします。はい、無声音です。はい、ありがとうございます。3番さんお願いします。無声音ではないです。ありがとうございます。5番さんお願いします。あ、5番、はい、無声音です。はい、ありがとうございます。あれ、私5番ですかね、はい、次質問。はい。はい。皆さんに聞きます。その音は、表の左寄り
口の前の方というか左寄りですか、それとも右寄りですか。1番さんからお願いします。左寄りですかですね。はい、1番さんからお願いします。1番です。左寄りではないです。はい、2番さん。2番です。左寄りではありません。はい、3番さん。3番です。左寄りではありません。はい、4番さん。はい、左寄りではありません。ありがとうございます。はい、1番です。皆さんに質問します。あ、ちょっと待って、あ、皆さんに質問します。その音は方外音ですか。2番さんからお願いします。2番です。公害音ではありません。3番です。公害音ではありません。4番です。公害音です。5番です。公害音ではありません。はい、ありがとうございます。2番です。3番から順番にお聞きします。その音が好きですか。はい、3番です。好きです。4番です。好きです。5番です。好きではありません。1番です。好きではありません。ありがとうございます。はい、じゃあ2周したということでタイマー開始で5分で、反応のところの方がありがたい。画面上に出てくるんで、拍手でもいいねでもいいんで、挙手やとチャット画面でしか見えないみたいなんで、だからまあちょっと一回ちょっとタイマーの前に何か試しに押してみてください。こっちの顔が出てる画面で、あ、こっちでも見えるんですね。はい、じゃあはい、今5番は見えました。他の方もちょっと一回拍手でも挙手でもいいねでもいいから、なんか、はい、わかりました。それが出るということ で、それが次タイマー開始して一番初めに出た人に対してこちらが呼びますので、その人が質問してください。でその人の質問が終わってから次行くという形で早押しでお願いします。はい、すいません、私画面共有してて多分出せないので全員チャットで何か出します。はい、全員チャットの方、参加者のとこ出ないか。参加者というか参加者の管理とか、その共有でも顔の画面は出るよ。顔は出ますね。はい、そこの画面に今いいねとか、あ、出た出るやろ。はいはい、はいはい、そういうことです。じゃあキリコ、ごめんなさい、2番さんタイマーお願いします。はい、はい、じゃあ発言がある方お願いします。
誰も出てないけど。ちょっと待ってね。あ、5番さん、はい。では5番さんお願いします。はい。2番さんに質問します。その音は、舌を使いますか？はい、舌使います。ありがとうございます。遠慮しないで仕掛けないと。特に狐は当てに行かなあかんからね。あ、はい、3番さん。はい、3番です。1番と2番さんに質問です。それはソリジダ音ですか？1番さんからお願いします。はい、1番です。ソリジタ音ではありません。2番です。ソリジタ音ではありません。ありがとうございます。はいはい、5番さん、はい。はい、4番さんに質問します。その音は無声音ですか？4番です。はい、無声です。はい、ありがとうございます。はい、4番さん。はい、4番です。3番さんと1番さんに質問です。その音は破裂音ですか？1番です。1番さんからお願いします。はい。破裂音ではありません。3番です。あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。3番です。破裂音です。はい、1番さん。はい、皆さんに質問します。その音は日常の会話で使いますか？2番からお願いします。日常の会話？はい、通常の発話なので。通常の発話でね。そうだな、私は使わないですね。3番です。はい、私も通常だと使わないです。はい、4番です。通常会話では使わないと思います。使わないです。はい、5番です。使わないです。はい、はい、じゃあ時間が来ましたので、考察に移っていきます。じゃあ、
じゃあ3番さんから、3、4、5、1、2の順番で1周目お願いします。はい、3番です。怪しいのは、1番さんではないかと思います。理由はみんな破裂音ですっていう風にみんな破裂音って言ってるところ、一人だけ破裂音ではないと言っている点と、あと、序盤の方に鼻音ですかという質問を破裂音の前にしたと思うんですけど、それは何だろうな、まあ、自分のが鼻音だけどみんなはどうかなっていうのを、確かめたのではないかなというふうに考えます。なのでオオカミは一番かなと今は、予想しています。以上です。はい、4番さん。はい、4番です。私も3番さんと同じ意見で、その破裂音のところ、破裂音ではないという答えがあって、その後にその鼻音、破裂音、皆さんの答えが破裂音ですという後に鼻音をもう一度聞いたので、ちょっと怪しいと思いました。はい、あと3番さんとちょっと同じ答えになっちゃうんですけど、有声音と言ったので、なんか怪しい要素が多いです。以上です。はい、はい、じゃあ5番さん。はい、なんかちょっと分かんなくなってきちゃってるんですけど、そうですね、ちょっと、1番さんが、あれ？破裂音？ん？じゃない？って言ってたような気がしていて、なん、そうですね、ちょっと1番さんがやっぱ怪しいの。はい、すいません、わかんないです。はい、以上です。あれ？はい。なんか時間いっぱい喋った方がいいですよ。なんか、あ、そう、はい。あ、はい。はい、じゃあ、1番さん。はい。はい、1番です。はい、まあ、ビヨンって聞いたんですけど、その前に、全員にじゃないんですけど、破裂音ですかって、1対1で聞かれたので、じゃあ、ビヨンに行ってみようかなって感じで聞いただけなんですけど、はい、このゲーム、難しいですね。メモしてるんですけど、わかんなくなって。うん。でもなんか、2番さんは、怪しくないんじゃないかなって思います。最後の、好きですかっていう質問とかは、に怪しさを感じないです。はい。そうですね、あと、はい、以上です。はい、じゃあ2番さん。はい、2番です。今のところ3番、4番、5番、みんな1番さんは怪しんでる感じですね。はい、5番はかなり白いと思います。最初の質問
で、まあ、母音ですかっていう聞き方をしたんですが、その前に4番さんから破裂音ですかって聞かれて、5番さんははいって答えているの で、5番さんはもうここで破裂音っていう子音で確定しているのに、あえてみんなに母音ですかって聞いたのはかなり勇気がいることで、まあ、でもこの時点で自分がオオカミか村人か狐か全く分かっていないので、まあ、それにしても結構ギャンブラーだなとは思います。はい。まず、1回目、キツネだと思う人、要はあの村でも狼でもない、全く違うお題を持ってると思う人をまず投票してください。で、キツネは釣られた場合は逆転チャンスです。村人と狼の IP を当てれば勝ちということになります。で、それでなければ、でも、キツネが釣られなければ、キツネ釣らないと、キツネが1回目で投票で入らなければ、村も狼も負けになって、キツネの勝ちになりますので、その点は注意してください。それでは1回目、キツネの投票ということで、準備をお願いします。投票なんだ。ああ、はい、そう。ちょっと時間の都合です。はい、すみません。じゃあ、いきます。まず、キツネです。チャットで、全員相手にチャットで、うん、あの番号を入力してください。じゃあいきます。せーのと言ったら、せーののところのタイミングでお願いします。せーの。キツネの投票ですけれども、2番に3票、1番に1票、4番に1票ということで、キツネの投票では2番がキツネということになりましたが、2番はキツネではありません。したがって村の勝ちになります。2番は村人です。あ、ごめんなさい、キツネの勝ちです。そうです、そうです。あの、キツネが釣られなかったので、キツネの勝ちです。うん。はい、2番は村人です。村だよ。では、まあ、あの、もうこれで一応ゲームは終わりなんですけど、自分がキツネだと思う人、自己申告でお願いします。3番です。いえ、3番はキツネではありません。え、そうなんだ。3番はオオカミです。はい、マジか。来たかなって思ってました。はい、キツネは1番です。従って、あの1番の勝ちになります。え、そうなん？はい。じゃあ、3番がキツネ？ 3番が狼です。え、そうなん？はい。はい、ちょっとここから変数しないで、さっきのちょっと答えの確認、急に落ちて申し訳ありません。とりあえずじゃあもう一回、5番さん村人なんで、村人の答えをお願いします。ごめんね、5番です。答えが、無性公害はい、そうです。うん、3番さん、狼です。お題お願いします。はい、3番です。有性公害水破裂音です。はい、ということです。じゃあ1番さん、キツネでした。お題お願いします。有性軟公害微音です。はい。はい、うん、なんでしょう、GM 視点で、なんでこれでキツネが釣れなくって2番に行ったのかがさっぱりわかりませんでした。なんで絶対1番だったでしょうん。2番が言ってることが1番合ってた。あとは、いや、今ちょっと、2番が落ちてる間の話をしてないけど、キツネが狼、村に近いっていうふうに勘違いしてたっていうことがあり得るみたい。キツネの、うん、そう、だから、村と狐が近くで狼が遠いっていう風に勘違いしてたプレイヤーもいたみたいなんで、そこかもしらんけれど、いや、狐は、いや、こっちの視点では狐はもう自分が狐で分かってるから、完全に当てに行くための特定をしてると思って。見てた、ずっと。うん、だから一番の動きはもう自分が狐っていうのを確定してるから、それを晒してでも相手の情報を取りに行くという人の仕方というふうに判断してた。で、3番はもう陣内と気づいてるから、とにかく合わせてごまかしてる動きをずっとしてたっていう。
はい、合わせてました。そう。そこはこっちから見てたら見えるけれど、3番は綺麗に隠れたから多分最後までバレずに済むだろうと思ってた。そこへまさかの2番投票って、いや、それは何番ないよ、もっと見てばいい。何起こったら2番になったんやろうな、とか思いながら、ところです。